チオットだ。こちらノマド、続けて。位置についた。こちらの座標を送る。おい、ユニダットの兵士だ。敵に見つからないで。音も立てない。殺すのもなしよ。シミュレーターを試しましょう。やつらノイズメーカーに気づいたみたいだ。やつらにフラッシュクラッシュを試してみるわ。シミュレーターを投げるわ。ミニガンを構えた敵を確認。積まれたタイヤの近くだ。エリアの停滞。マッチウッドを確認。ゴーストってのはそういう感じなんだな。友達？こいつは CIA の裏切り者だ。ラングレーから大量の情報を盗んだ。売ろうとしたらしい。サンタブランカにな。サンタブランカ？ああ。そいつがなんでユニダットの拠点なんかにいるの？守ってもらいたかったんだろう。もくろみは外れたみたいね。自業自得だ。さて見てみるとするか。クソッ、誰が。何？データはすでにユニダットのサーバーに移されてる。俺がハッキングするとして、問題はあの扉を開けたら最後、厄介な連中が襲いかかってくるってことだ。何をすれば？そいつらを引きつけてくれ。見ろ、こいつは少し時間がかかる。いいか、サーバーを発掘してファイルを落とす。終わったらディスクの消去だ。さて、ユニダットの相手は任せたぞ。フーア、敵が来るわ。分かった、相手を頼む。すぐにしろ。反乱軍に奴らの注意を引くように頼んだ。蜂の巣ついちまった。Sigan peleando, carajo。撃つ。随分時間かかったわね。やつはおしまいだ。味方がやられた。
した。みんな集合して。コピー。ユニダットのヘリだ。身をかがめろ。エリアの偵察をするよう頼んだ。ユニダットのヘリが来る。身をかがめろ。ヘリコプターだ。伏せろ。反乱軍にエリアの偵察を要請した。捕まって、私が運転する。ないチームだ。なかなかの腕だな。俺ほどじゃないが。言い返してもいいけど、腰抜け揃いの海軍育ちに言ってもね。それで一体何が起きてるの？ CIA の間抜けがとある最先端技術の情報を盗み出した。それを使えばカルテルが検閲をすり抜けて商品を自由に密輸できると思ったらしい。だがその技術はそいつの想像よりはるかに危険なものだ。どんな技術かは知らないの？それとも言わないだけ？俺たちの仕事を奪う可能性すらある一種の戦闘用ガジェットだ。上の連中はかなり焦ってる。準備はいい？撃って。分かった。光線回収。
contacto con las tropas enemigas. Todas las unidades mantengan su información de búsqueda.久しぶりだな、リンダ。元気そうで何よりだ。今はカレンよ。相変わらず飛び回ってるみたいね。ああ、他に誰もやらないからな。いや、もう一人いたな。単独潜入好きが。バンダナを巻いてる。引退したらしいわ。本当か？ええ。そうか。サム。ああ。物は？ここだ。俺が直接届ける。グリムから伝言。なんだ？大量破壊兵器が奪われた可能性がある。1時間後に出発して。まったく、誰かが言ってたよ。勤勉と献身は成功の母だってな。ああ、かしこまる必要はないさ。お前は腕がいい。これからも油断するな。1時間か。そうよ。コーヒーはあるか？当然でしょ。ここはボリビアよ。